ナチスの支配地域を脱出したのはいいけど、ナチスすら近寄らない。とってもデンジャーなゾーンに来てしまいました。どんな化け物が出るのでしょうか？何が出るかな？てれてれてん、ざわざわ。が、しかし、ここさえしのげば、大根の、故郷のシアター駅で、かわい子ちゃんたちとあんなこといいなーできたらいいなー辛抱たまらん、みたいなムフフ、頑張る動画でやる気が出てきたぜ。なんだこれは。なるほど、ナチスが言ってたのはこいつらのことか。神時もパサトリを、足して3で割って、かける20して大きくしたみたいな。ああ一言で言えばとってもキモキモいい生き物ですね。はい終わり。そういえばアルキョムは独白の中で、こいつらは突然変異の生き物じゃなくて、実はとっくの昔から地下にいた生き物なんじゃないの？人間が地上に住めなくなり、しかも人間が弱くなったことで、こいつらが姿を現すようになったのかもしれない、って言ってます。つまり、こいつらにとって人間は恐ろしい存在だった。が、今では餌、として認識されてしまった、ってことを言ってるんですね。あー怖い、なのですね。考えてみれば地球にとって治療、なんてほんの一部だもんな。ただっ広い地球の内部には、何がいてもおかしくない。高温低温高放射能、高圧力にも、耐えられるけど日光だけが、苦手。ってな感じの地下生物が、今日も地球の内部で、独自の世界を作り、生活してるのかもしれない。そう考えると、なんかロマンチックです。ロマンチックっていう言い方はちょっと変かな？そういえば NPC の会話で、あのクモサソリの外角、すごく硬いから、あれでアーマー作ったらいいんじゃない？って実際作ってみたら、硬いのは生きてる間だけで、死んだらボロボロ崩れて使い物になんなかった。って話があったなぁ。まあそれだけの話です。うわ、なんこれ、呼吸してる。お、なんだ？圧力鍋でも見つけたのか？こいつらも圧力鍋で 4,5 時間煮れば、ドロドロに溶けて美味しそうな。で、そんなことどうでもいいんだよ。早くなんとか渡らんとな。あーなるほど、ザワールド時を止まれ。これ使って、棒高跳びの要領で割れ目を飛ぶわけね。よく子供が、小川を渡ろうとして、失敗してずぶ濡れになるパターンのやつやで。え？まさか本当にやるんすか？冗談で言ったつもりなのに。まあじゃあないか、それしかないもんな。ダルタニアン、じゃなくて、トムソーヤー、だよこれじゃ。こいつらサソリみたいな形してるけど、毒は持ってないようだから、まだよかったよ。触れたら一発アウト、とか、無理ゲーだもんな。よし、いつも通り持ち上げてやるから待ってろ。ああ、そっか、さっきのデコリタからこっちを先に行かせたいんだな。まあ気持ちはわかるよ、随分タコ殴りにされたんだもんな。これでこのトンネルの先に財宝なんかが眠ってたら、インディ・ジョーンズっぽくって最高だな。でもこの世界じゃ、金銀鉱石の類には、何の価値もないんだよな。まあ最初から、希少価値のある金は別として、宝石なんてただの、何の価値もない石っころ、だもんな。あんなものありがたがって、見せびらかしてるババアどもはマジアホだよ。いいね、松脇境松脇。この男もどっかから逃れてきたのかな？でもどこも地獄、手落ちだな。だが僕は違うぜ。僕が向かうシアター駅は天国なはずだ。そして僕は今度こそ DT を、卒業して魔法使い予備軍から脱却するのだ。あーいかんいかん、なんかそんなこと考えてたら前鏡になってきちゃったよ。待ちきれないよ。
Артём! Keep close to me! もう、カサ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 。さっきからうるさいんだよ。雨は降ってないだろが。Get close! Sure! Sure! 全然発砲してないから弾薬ポケットがずっと満杯だ。せっかくアイテム見つけてもありがたみがないじゃないのさ。ハピーハピッシング部屋か。偽物じゃねえぞ。さあ、行った行った。あー、焚き火あったかい。なんか焚き火の火ってなんであんなに落ち着くのかね。なんかあったかい。ねえ、あのカニと捕まえて焼いて食わない。すごく腹減った。あれ絶対うまいでしょ。サイズはでかいから味は大味なんだろうけど、なんちゃって。めちゃくちゃ美味しい。カニイーターベーコー、お前のお金でー、お前のおカードでー。なぜなら、お礼は、ニートだからー、生活保護バブリッシュ。よっしゃ、そんじゃ適当にカニと捕まえて、焚き火に戻るとするか。いやいやいや、違う、そうじゃ、そうじゃない、配電盤に電気供給しに行くんだろが、しっかりしろ俺様よ。そう、カニ食ってる場合じゃねえ。一刻も、早くここから脱出して、シアター駅に向かい、そこで童貞から脱出する。それが僕の任務だ。いや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 、それも違う。僕はレンジャーなんだ。早くポリス駅に行って、任務報告をせねばいかんのだ。もうすぐ戦争が始まるんだ。しっかりしろ。これで扉が開いたな。とにかく、一刻も早くレンジャーの、部隊と合流して、ダークワンの所在とナチスがこちらを襲う気満々のチンチン、だということを知らせなきゃな。それにしてもあんなお姉様は無事だろうか。まああれだけの腕があれば大丈夫だとは思うけど。チュバック、ヒルヒル、ポーグヨルセルフトゲザー、ウィドンハブロングビフォーナイトフォール、オッケー？ Okay, with the tunnel collapse, the only way to reach the escalator down to theater station is across the surface.やっぱりお外に出るしかないのね。前にもこんなのあったな。ブルボンおじさんと、地下で散々ひでえ目にあって、で、地上出てまたひでえ目にって、やっと凍いたぶいたと思ったら、最悪の結末、って感じだったけど。ああ、今回は、大丈夫だよね。ね。そうそう。みんなそう言うぜ。そんじゃ、解放感のあるただっぴろくて息苦しい地上に出るとすっか。矛盾した言い回しだけど、ほんとその通りだもんな。ふんふん、言いたいことはわかるよ。君もたくさんの修羅場をくぐってきた身なんだろ。でもアルチョムは、到底話しても信じてもらえないようなえげつない目に遭ってきてるんですよ。心配ご無用です。なんと強烈な顔面シャワーなんだ。こんな日差しがいい状態で外に出たのは初めてかも。なるほど、あの有名なボリショイ劇場の地下にある駅がシアター駅か。戦争以降、モスクワは万年不利状態だったのですが、さすがにここに来て自然環境が回復し始めたのか、だんだんと気温が上がってきたらしいです。そう、今まで雨なんて降らなかったんだよな。雪しか降らなかった。本当に夏が来る日が見れるかもね。それまで生きていれば、の話だけど。
ちなみに大根はコミュニストですが、この世界において共産主義思想が再び台頭してきたのは、ごく自然な成り行きと言えるでしょう。年月が経つにつれ、各駅の貧富の差が大きく開き始めた頃から、共産主義思想の住民が増えたようです。貧乏な駅にとって、共産主義思想は実に都合がいい。狭いメトロでみんな協力して生きてかなきゃいかんのに、一部の金持ちばっかり思いしてずるいぞ、ちゃんと分配しろ、って正義ずらして声高に叫べるんだもんな。まあはっきり言って、何の能力もない、何の、努力もしない人間の、ただの妬み悲願です。共産主義国家が、20世紀最大の失敗作、と言われるゆえんです。A good communist doesn't believe in cells, Artyom. But this fucking place of death makes me, wonder. いや、信じる必要なんてないよ。むしろ、全部気のせい、疲れてるだけだ、って思った方が気が触れなくて済む。ちなみに小説版の、避難生活初期の頃のあらすじ読んでみたんで、尺つぶしに、ちょっとだけ説明します。アルチョムが避難してすぐに、メトロ内に大量のネズミが、発生し、それによる疫病でアルチョムの母は亡くなったようです。お、ダブルバレルですね。今まで、シングルバレルしか起きてなかったからこれは貴重だ。やめろ、やめろ、ファイヤー。肯定さなくても耳気になるわ。で、初期の頃は、メトロを管轄していた軍人が、全部の駅をまとめ、食料の配給を、行い、しばらくは平和だったようです。そのうち助けが来て、また元の生活に戻れるからみんなで頑張りましょい、みたいな感じで。ところが、もはや地上には政府も、生き残った人間も存在せず、もうせわせわ生活できない、とみんなが悟り始めた頃から、少しずつ治安が悪化し始めました。さらに備蓄食料が尽きて配給が止まると、尊敬される立場だった軍人は、ただ銃を突きつけて偉そうにするだけの存在、そして、この戦争を誘発した罪人、として疎まれるようになりました。こうなるともはや誰もメトロ内の臨時政府の言うことなど聞きません。メトロは各駅ごとに独自の体制を取り、自給自足の道を進むことになりました。まあそれは当然ですよね。もはや頼れる政府も国も存在しない。地上にも戻れない。となればもう頼れるのは自分たちしかないわけですから。不思議なこと、か。君にカーンおじさんを、紹介してあげたいよ。あの人といると、不思議なことなんて何もなくなるからほんと。まあよっぽどのことが起きない限り、驚いたりはしないよ。目の前にいきなりすっ裸の、美女が現れない限りは慌てたりしない。そんなことになったら、慌てて僕はズボンを下ろすだろう、真っ裸で。リゾートアイランドで楽しい時を、過ごし、その帰りで戦争が起きて墜落、か、まだマシな最後だったかもしれないな。な、何がですの？私には骸骨しか見えませんが、本当に裸の美女が見えるのか？俺にも見てろ、余生の喜びを知りやがって、ウィークエンドラバー。本当にやめてください。これはまずいな。大根は完全に、この場所の自爆霊的なものに飲まれてる。カタコンベで、ブルボンが鳴ったのと同じような感じだ。そういえば、あの時はダークワンが助けてくれたんだっけ。今回は大丈夫だろうか。もういないもんな。殺しちゃったから。すまない。やっぱり大根の様子がおかしい。おしゃべりな口が閉じたまんまだし。なぜか吸い寄せられるようにコクピットに向かってる。そんなとこに用はないはずだけど、早く飛行機から降りた方がいいんじゃね？やべえやべえ。すごい。ライドオンタイム、心にいい日を続けて、どっちがキムタクだ？シッ！ウェルジンタウン！ウェルジンタウン！
ポケモンフラッシュです。なんかいちいちネタが古くてごめんね。